皆さん、こんにちは。レクセニコーシ理士リシのノートミです。今年もノートミミワの担当特訓ゼミですね、実施が決まりました。2月の開講に向けまして、ゼミの目的だとか、あと、進行方法ですね、配布物などについて簡単に紹介したいと思います。担当特訓ゼミは、 えー、初級の方も中上級の方も、えー、合同で、えー、実施するもので、えー、毎年ですね、あのー、もう生クラスは大体2日くらいで、えー、いっぱいになるぐらい好評をいただいています。で、その,、まあ、あの要因としてはですね、そらくその担当対策について、えーまあ、自分でね、あのーまあ、十分だと思える。 自分で十分に進められると思えるというのが、まあ、今の担当試験のレベルで言うとですねあの、なかなか難しいんじゃないかというふうにあの皆さんが考えられているので、でまあ、担当特訓ゼミでですね、あの担当対策をまあ一緒に進めてほしいというご要望が強いのかなというふうに思っています。今の担当試験は、 まあ、あの、出典はそんなに広くないんですね。あの、審査基準とか、まあ、審判便乱とか、まあ、判例の中でも、その、比較的、その、マイナーと言われるような、まあ、いわゆる交差以下ですね、のものっていうのは、まあ、ほとんど出ないですね。ですから、あの、もう本当にその、出題範囲が条文プラスアルファって言っても、まあ、プラスアルファのところなんていうのは、もうほとんど、あの、 まあ、出ない。もう本当にその条文のところから出典が限られているというふうに言っていいと思うんです。まあ、ただですね、その条文から出ると分かっていても、あの、一つの条文から一つの枝が作られるわけではなくて、やっぱり複数の条文の組み合わせで、えー、出題がなされたりとか、あるいはその、例えば侵害の問題の中に罰則が入ってきたりですとか、 割とその関連するものを一つの題本の中に入れてくるということが、あの、難易度をね、上げる、まあ、一つの、まあ、傾向というかね、そういったところにありますし、であともう一つは、まあ、細かいんですよね。その条文から出ると言っても、その条文の細かいところをついてくるというところがあるので、なかなかその自分で条文の読み込みを進める中で、あの、 見落としがなくですね、ちゃんとそのポイントを押さえた、出題されそうなところを読み込めているかという部分が、なかなか自分ではですね、確認しづらいのかなと。で、まあ、その自覚がね、やっぱり、えー、受験生の方にもあるから、あの、こういった担当特訓ゼミで、あの、まあ、私と一緒にですね、やろうという気に、あの、皆さんなられてるのかなというふうに、私は感じています。 で、まさしく、その感じられているところを私が、まあ、このゼミで実施しようと思っているところでして、あの、取材傾向を考えるとね、その、細かい、その審査基準だとか、細かい、その、審判便乱だとか、下級審だとかね、そういったところまで手を伸ばして、あの、担当対策をするっていうことは、まあ、 傾向とは反対方向向いちゃってるわけですよ。うん。で、一方で、やっぱり情報をしっかり読み込んでいくっていうことが必要で、で、しかも、その皆さんがその時間をかけて読もうとしてるところと、その出題者が出そうとしてるところがちゃんとフィットしてるかというところのチェックがね、やっぱり必要なわけですよね。 で実感をかけて覚えたつもりなのに、その全然覚えたところが出ないっていうこと。これも、こんな無駄なことはないじゃないですか。で、その原因っていうのはね、やっぱりちゃんと、あの、大事なところが分かってないっていうこともあるんですよね。あの、試験の先生は、その、こんなとこまで読んでないだろうみたいな、その、無駄なところを、意地悪でね、 出すってことはまずないんですよね。やっぱり重要だと思うところを出していますから、ですからそこがずれてしまうっていうことは、もちろんその無駄な時間を過ごしてしまうっていうことなんだけど、その根本にあるのは、やっぱりその条文の重要な部分が分かってないということにつながってくるので、そういうところをね、やっぱり一つ一つこうチェックしながら、強制をかけていくと。 いうところが、やっぱりゼミのね、目的であり、あの、効果として必要なところかなというふうに思っています。で、なので、えっ、ー、と、やり方なんですけれど、生クラスをね、やっぱり、あの、限られた人数で、今40人、50人ぐらいかな。あの、もうコロナもね、そ,そ,そろそろって感じじゃないですか。ですから、 まあ、ちょっとその元に戻すような定員にもしていくと思いますけど、えー、その、それでもね、もうあっという間にいっぱいになって、同じ数よりも多いぐらいの純生クラスを抱えることになるんですね、毎年ね。で、17の方はちょっと残念ながら、あの、他の方がお答えになっているのを、その、まあ、 中継貼っている別の教室とか、まあ、ウェブの中でね、見ていただきながら自分だったらちゃんと答えられるかなとか、そういうのをこう、あの、ウォッチングしながら見ていただく感じになりますけど、生クラスの方は当てていきますので、まあ、その一つ一つの問題に対して、まずお答えいただくと。で、その前提になるのが、ちょっと今、画面共有一部しますけれど、えっとですね、 こういう感じの、あの、ま,あ、まず、レジュメなんですよ。で、これ、問題文とちょっと解説冊子なので、回答欄がついてるんですけど、問題文だけこう抽出した問題冊子がまた別途あるんですが、基本的に、まあ、これ、例えばね、これだともう10秒ぐらいなんですけど、ちょっと10秒、時間あげるんで解いてみてくださいって解いてもらいますね。で、えっと、まあ、 私、アトランダムに当てるわけじゃなくて、順番なんで、だんだん、大体予想できるじゃんと思うと思うんですけど、例えば、一番端の人、一番前の人からこれ、答えていただくわけですね。で、例えば外国語署名の素顔には、当該外国語署名より外国語要約署名を添付した願書の記載について、えー、補正をすることができないとありますよね。はい、で、えーと、まず、これ、何を聞いているのかということなんですが。 えっと、願書の記載についてというふうに書いてあるんですよ。でわざわざ、外書の問題っぽくしてるから、ちょっと分かりづらいくはあるんだけれど、願書の記載だって、方式補正で別にできるわけですよね。うん、ですから、これもできないというのはツなんですけど、なぜツなんですかってまず聞きますよね。で、そのお答えになっているところで、いや、方式補正できるからっていうふうにお答えになるじゃないですか。 じゃあ、方式補正は、あの、いつできるんですかっていうふうに、この問題から今度私は派生して、どんどんその方に、えっ、ー、と、追加問題出していきます。でいつできるんですか事件が特許書に継続している場合に限りすることができます。っていうふうに、まあ、多分お答えになりますよね。うん。そしたら、えっ、ー、と、じゃあ、この外国語書面や外国語要約書面について補正をすることはできますかで,できませんと。うん。願書に、えー、添付して提出して、 提出した、えー、明細ストーとみなされるのは薬文であり、ね、薬文に対して補正をすることはできるんだけれども、外国語書面や外国語要約書面について補正をすることはできませんと。じゃあ、その薬文に対して、例えば特許請求の範囲について補正をしたいと考えていますと、いつすることができますかということで、今度17条の2の問題になって わけですね。いつすることができるか。で、17条の2では、まあ、原則、えー、特許査定と本送達まですることができます。で、特許査定と本送達前でも、えー、拒絶流通知を受けた後は、一定期間に限られます。というふうにで、そう、それをまあ、ちゃんと詳しく言ってください。っていうので、<laughs> じゃあ、最初の拒絶流通知はとかっていうふうに、こう、だんだんこう、発生していくと。で、まあ、もうちょっと言うとしたら、じゃあ、その、外国語書面、 外国を署書面ラーにおいて、えー、補正をしたいというふうに考えているんだけれども、じゃあ、例えば、原子稿目的とする補正はどの範囲ですることができますかとかですね、うん。で、例えば、手続き補正書を提出する場合には、願書に添付して提出したメッセージとみなされる、いわゆる役部の範囲でできますと。でも、誤約訂正書を提出した場合には、外国書面の範囲ですることができますみたいな感じで、あの どんどんこの、こっからですね、ちょっとこう派生した問題に行く感じになりますね。ですから、まあその、その方がお答えになった、その答えとか、その方がお答えになった回答のレベルによって、ちょっと私のツッコミ質問も変わってくるから、もちろんその、同じ問題だからといって、 でじゃあ、派生する問題まで当たったっ人別の人が当たったときに違うかっていうと多分違うんですよ。うん、だからまあそ辺、そのはそは誰に何が当たるかっていうところによってね多少違いはあると思うんだけれどもあのもう1回ちょっとこれ共有するとでもね、大体みんな、ね、同じところが分からなかったり引っかかったりするので。 そうは言ってもね、やっぱり共通する部分って多いんですよ。勉強になる部分ってね。だから、この、破線で囲ったここに、まあ、その追加した問題に関する、ちょっとこう、自分で、これメモっといた方がいいなと思うこととか、そういうことをこうメモっていくみたいな、そういうことができるように、これ全部ね、あの、資格を告げています。うん で、あと、配布物としては、ちょっと他にも画面共有しますが、えっと、今のその問題形式になってるんで、まあ、何問できたかによって、一応診断シートってものをつけていて、で、まあ、正解数と、で、具体的にその復習内容とか、そういうもののアドバイスシートを毎回つけています。で、あとは、えっと、復習、 すすするのの条文のにこ穴穴埋めです、ね、穴埋めめでね集をあの配布してます、えっと、ベーシックの方には、これをもうちょっとこうカットした簡単なものをですねこの穴の問題もあるし、あと条文の問題もあるんですけど、えーうん、してますが、まあ、もうちょっとそのゼミなので、もうちょっと詳しめのものを配布しております。 で、あと、条約会だけちょっと特別なんですけど、条約会は、あの、こんな感じでね、PCT の会、条約の2回目が PCT の会なんですけど、一問一答形式のものを、こう、復習で、これ復習用にこれ用意してるんですが、これとは別に、私が、こう、もうほぼ、 これで完璧ですっていうぐらいの細かい問題をこう一問一答で自分でこう自問自答するような感じでねうんやります、例えば、国際調査報告を受け取った出願人ができる補佐は何ですか ?19 条補正です。19条補正は何回できますか ?1 回することができます。19条補正は明細書についてもすることができますか いえ特許請求の,の範囲についてのみすることができます。みたいな感じであの、一問一答、細かい一問一答をずっと自分で私の方で問題を出しで、私の方で答えるっていう繰り返しをずっとやっていくので、皆さんの方ではそれを録音していただいて、もうずっとそれを聞くで、止めながら全部の問題に答えられるようにする、そしたら大体皆さん、PCT は完璧になります。 かゼミ生の方は、もう、あの、ゼミの、あの、担当ゼミの、あの、PCT の会がね、あれがあったんで、あの、PCT できるようになりましたって皆さんおっしゃっていただきます。うん、だから、まあ、もちろんね、それちゃん、どれぐらいやるかっていうことによって効果が違ってくるから、みんなが満点取れるわけじゃないし、うん、みんなが、もちろん、その、好きになるわけではないと思うんだけれども、でもね、 あのゼミ制で、多分条約はしきりはないんじゃないかなと思いますね、少なくともね。PCT はそれだけ完璧にできるはずなので、PCT しかも5問あるでしょだからまあ、パリとか全くやりませんってこともないと思うから、あのいやもちろんあのゼミでは扱うんですよ、パリとかもね。うん、で、自分で、その、あと、どうですかあの、どれくらい復習をするかっていうことにも。 もちろん寄ってくるから、まあそこはちょっと人によって差が出るかもしれないけれども、まあそれでもね、あの、条約はゼミのそのやり方でというか、ゼミの,あの中でね、やったことで対応できます。で、もちろんあのゼミ、あの、条約はっていうふうに限定して言うつもりはなくて、もちろんあの特許とか、 あれも、だから結局ね、その条文の読み方をこう具体的に指示していくような感じなんですよ。うん、だからその一字が万字で、あ、こんな感じで読むんだっていうのが多分ね、分かってくると思う。で、ですからその、ゼミでもちろん全部の条文を扱うわけではないんだけれども、その近所のね、その扱った条文の近所の部分も、 同じような読み方ができれば、そこね、点がこう面になっていって、どんどんこうパズルのようにね、完成していきますので、あのしっかりとね、えー、復習していただくことで、えー、できるようになるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、担当ゼミはあの、ベーシックの方も、えー、中上級クラスの方も合同で募集しますし、 で、まあ、特にあの今年からコース制優先で申し込み開始の日をこうちょっとずらしていますよね。ベーシックの方と、えー、中上級のコース制の方は優先期間がありますので、うんあの、そこで申し込みができるので、まあ、生クラスは多分その 構成の方になっちゃううと思うんですで単価でね、ゼミだけ申し込もうかなと思ってた人には、あの大変申し訳ないんですけど、あのやはり、まあ、私が考えるその、やっぱり担当合格の、えーまあ、ポイントっていうのはあの、まあ、インプットとアウトプットの組み合わせなんですよね。だから、私がよくあの過去問病というふうに言ったりしますけど、 ああいうアウトプットツールを前提にそのインプットをすると穴ができてしまうっていうふうに考えてますし、だからといってじゃあ全くアウトプットせずにインプットだけでじゃあ担当を望めるかっていうと、まあ、望めると思うんです、個人的にはね。だけど相当やっぱり不安が残りますよね。インプットされたことを確認する、あの、 機会を得ないわけですからやっぱりそこは確かめてみてやっと分かることとかもありますからなのでやっぱりそのアウトプットも適度に必要特に今あの処理するスピードっていうものもねやっぱり大事になっていて50点マークしてくるような人はやっぱり2時間半かからないんですよね。 うん、で、私は、あのー、大体まあ、3時間ぐらいで収まればいいよっていうふうに伝えてますが、3時間越してくると、ちょっと、なかなか見直しの時間とかも取れてこないし、厳しくなってくるので、やっぱり3時間ぐらいには収めたいって感じなんですよ。で、そうなると、やっぱりその処理の仕方っていうものも大事になってくる。問題文の読み方だったりとかね、題の取り方だったりとか。 でそういうこともやっぱりそのゼミでやっていきたいので、大把握とかね、そういうあの処理のスピードの上げ方とか、そういうのもやっていきたいので、なので、あのー、やっぱりなんていうのかな、前提として、やっぱりもう基本的なインプットだったりとか、うんあのー、基本的なそのーコースのインプット講座の中でやっていくようなことをやらずにね、 うん、ゼミだけでって考えるのは、ちょっと違うかなと思ってるんですよ。うん、だから、やっぱりその、コース性はそこがやっぱりできているから、あの、アウトプットをするっていうところも、あの、効果がやっぱり認めると思うので、なので、その、まず、ね、あの、コース性を優先にさせていただこうかなと思ってます。で、ある程度もうちょっと合格点に近い方はね、あの、 もう自分である程度やって、であのゼミで仕上げてっていうあの方も、ね、いらっしゃると思うんです。でもうあと、ね、数点で合格ラインに届くぐらいな感じであれば、ね、もう自分である程度はインプットできるからもう勉強法が分分かってらっしゃるからそれでもいいと思ってるんですけどただそういう方なのかどうなのかっていうのが残念ながらちょっと、ね、判断がしかねるので。 なので、あの申し、申し訳ないんですけれども、あの、個性についてちょっと優先期間を設けさせていただきました。うん、で、あの、あと、まぁ、ちょっとゼミ受けようかな、どうしようかな、とかね、あの、コース取ってないから、まあその、えー まだちょっと迷ってるとか、まあそういうことがありましたら、ちょっと個別に、ちょっと水戸橋本校にご連絡いただきまして、で、私の方でちょっと話せる時間があれば、あの、個別対応しようかなというふうに思ってます。ちょっと何しろ、ちょっと結構ね、抱えてる受講生の数が多いので、あの、お約束はもう残念ながらちょっとできかねるんですけれども、あの、できるだけちょっとね、頑張って、あの、対応はしようと思ってますので、あの、気軽に水戸橋本校まで、あの、ご連絡いただ いいただければと思いますで。スタッフの方も便利子に関してはかなりね、あの古いあのスタッフが多いので、えー、お答えできることも多いと思いますから、まあ、スタッフでもお答えられることであればね、あのスタッフにも相談していただいてあの大丈夫ですのであのご相談いただければと思います。で、はいえー、ではですね、ね、えー、今年も、ねあの まあ、実施が決まったということで、えー、私の方もまたちょっと気持ちを新たにですね、2月から、えー、ゼミ生抱えて頑張っていこうと思っていますので、えー、どしどしですね、ご参加いただければと思います。はい。では、開講を、えー、楽しみにしております。